はい、皆さんこんにちは。ゲーム実況者ナンバー14、人呼んで直樹です。今回は久々に限界挑戦やっていこうと思います。まずは稽古補正から。こんな感じですね。反射ダメージが怖いので HP にもしっかり振りましょう。難易度係数はもちろんマックスです。攻略パテはいろいろあると思いますが、まずはバウン力パーティー、王位、天将、天位、大凶、脅威、バウン力でいきます。神武は氷炭、斧、高等を使います。配置順は変えても構いません。霊獣は肥沃、朱雀、伏牛です。アビリティはまだ試行中なのでかなり適当です。才能はこんな感じにしてます。光栄3人はいろいろいじっていいです。大凶と王位は極伝でいきます。それじゃあポチポチタイムスタート。今回の攻略のポイントはできるだけターンをかけることです。敵のロシュクとジュンユーがかなり回復してきます。ロシュクは HP が 50% 未満の敵が通常攻撃時最大 HP の 20% を毎ターン3回まで回復させます。さらに気力攻撃で毎ターン最大 16% の HP を回復させます。なので敵の気力を下げたりバフを解除すると点数が伸びにくくなる可能性があるので注意してください。ジンユーはこちらが気力攻撃時 50% の確率でバフを1個解除し、ジュンユーの HP が 15% 回復します。なので1か4番に火力を配置して気力攻撃をたくさん打つことが大事です。一応この編成で90万は超えられます。100万を目指すなら炎症を1番に配置してアビリティと才能を整えればワンチャンいけそうですね。バウン力がない場合はバウン力と炎症、紹介と当該に変えるといいと思います。あと神武の高等と斧の場所も変えましょう。バウン力パーティーの時は光栄の回復がもったいないので斧を優先してましたが、当該が代わりに攻撃してくれるので高等を優先して大丈夫です。紹介と当該パーティーでも何度も連打してれば90万は狙うことができます。準優の回復次第でかなり上振れると思うので、ハイスコアを目指す方は連打を頑張りましょう。それじゃあご視聴ありがとうございました。